陳修は、元松に建立した陳寛の第二代皇帝。高祖陳友良の次男。大定3年の陽湖の戦いで、敵の総帥、朱元璋により父が戦死し、兄で皇太子の陳吉が捕らえられた。大尉の張忠史編は、夜に紛れて、陳友良の遺体と、陳修を護衛しつつ、船で武昌に逃げ帰った。武昌に帰った、陳修は天位を継承し、特需と改元した。同年冬、朱元璋は武昌に遠征し、翌特需2年2月にも再び遠征した。陳寛の上将だった、張必ず先が、竹州から武昌に来園して、鉱山に駐屯したが、上優春がこれを攻撃して捕虜にし、城下で引き回した。張必ず先は勇敢な武将で信頼も厚かったため、城中の人は大いに恐れ、投降する者が増加した。朱元璋は、陳寛の旧臣だった羅福等を派遣し、陳修を招聘させた。朱元璋は、ひれ伏したままで顔を上げようとしない、陳修を抱き起こしてその手を握り、私はお前を罪に落としたりしないと言った。倉庫の財物を好きなだけ、陳修に取らせ、凱旋してから、既得公に封じた。祖父の陳弘斎には、陳友良を含め5人の息子がいた。武昌を平定した、朱元璋は、陳弘斎を、昌雲侯。長男の陳友富を、貴等伯、次男の陳友直を、懐恩伯に封じた。陽湖の戦いで、陳友良と共に戦死した、陳友仁には、高三能を追贈し、役所に明治手廟を建てて、弟の陳友隆と共に祀らせた。陳修は、応天府に住んだが、やがてうつうつとして、恨み事を言うようになった。後部帝となっていた、朱元璋は、今は、同時の、小さな愚痴に過ぎないだろうが、小人がたぶらかし、陳の恩義を忘れるようなことが起こるかもしれない。やはり遠方に置くべきであると言い、後部5年に、陳修と夏の皇帝であった、紀二公、明昇の二人を、属国の高麗に移し、元の後進である枢密使延安東林に護送させた。同時に、高麗の強敏王に、徧起を与えて、十分に監視させたという。また、陳弘斎たちも美に違法された。ありがとうございます。